こんばんは、ピヌさんです。グッドバイワールドのデモ版やっていきます。よろしくお願いします。バージョン 1.3.7 ベータってことは、製品版出てるんでしょうかね。Steam Next Fest でね、見つけました。早速本編プレイしていきましょう。シャープ1。世の中には本音を隠すバカがいる。心の内を明かすことで、ダサいとか、頭がおかしいとか、そう思われることが耐えられないのだ。そのくせ頭が悪いから、いつか誰かの目に止まるところに、こっそりと本音を忍ばせたりする。うわぁ、なんか、自分に言われてるような気がする。それこそ本当に、ダサい人間のやることだと私は思う。さあ、ぼんやりと2017年3月。話は4年前に遡る。まだ私とカニちゃんが専門学校に通っていた頃の話だ。カニちゃん。お、割れたゲームボーイ。なるほど、そういう感じのゲームか。お、ちょっといい感じのゲームかもしれない。ブロック破壊設置モード。はぁ、あ、何設置モード。まぁ、ちょっとやってみよう。やり直す AB 長押し。違うな。説明書を閉じる。こっちか。お？頑張って。光るブロックを壊せるよ。壊した。この設置モードっていうのは何をすればいいんだろうね。壊したブロックは設置できるよ。あ、そういうことか。敵がいるよ、気をつけて。どうしたらいいんだろう。どうしたらいいんだろうな。おっと。ジャンプして、行けばいいのかな？あ！ダメじゃん。え、ちょっと待って。ブロック破壊 A ボタン、設置モード B。あ、わかったわかった。意味わかってきた。はい。んで、あ、でも壊せないもんな。ブロック壊しながら足場を作っていけばいいってことでしょう。そうだね。で、設置モードで、ああ、なるほど。
あ、違う。はい。そういうことだよね。これはなんか上に行った方が良さそうだ。よっ。お、鍵を開けたらクリアだよ。あ、はい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 。で、設置モードで、なるほど。わかったわかった。マリオプラスカービィ的な雰囲気。おい、カニ。話し合いをする気はあるのか。そうか。ゲーム内ゲームだったな。話し合い。私はただ、自分が納得できるゲームを作りたいだけです。この人と一緒じゃ無理ってもう分かってるんで、これ以上話し合っても意味ないですよね。そもそも、今回の課題の目的はだな。チーム制作のスキルを身につけるためで、コンテストに向けて制作するけど、賞を取ることが目的ではない。ですよね。分かってますって。それでも、妥協した作品でコンテストに挑みたくありません。そうは言ってもな。お、失礼しまーす。課題の提出に来たんですけど、今は取り込み中だからそこで待っててくれ。あー、わかりました。すまんな。とにかく、チーム制作で衝突は必ず起こる。話し合って解決できないのか？わかりましたよ。このドット絵、ただイラストを縮小しただけですよね。見栄えを良くするために修正したようにも見えないし、ちゃんと要望通りに描いてもらえますか？私にあなたのこだわりを押し付けないでもらえますか？やっぱり無理です。どうしてもドット絵じゃないとダメなのか？ダメです。ちょっといいですか？はじめまして、イラスト学科の熊手です。学科が違うんで喋るのは初めてですけど、新旧制作で表彰されてたカニーさんですよね。まあ、はい。ドット絵描ける人を探してるんですよね。それ、私に任せてもらえませんか？それに先生、そこの人と私が交代すれば、課題的にも問題ないですよね。お互い都合がいいなら問題ないが、私は構わないです。こんな自己中な人と一緒にやりたくないんで。私もドット絵のゲーム作りたいんですけど、時代遅れだって却下されちゃってて。カニどうするんだ？ドット絵描けるんですか？自信はあります。あ。ちょうど提出しようとしてた課題にドット絵の作品もあったはず。カニーさんが判断してください。私にドット絵が描けるかどうか。こうして私たちは一緒にゲームを作るようになった。お？ほう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 。あ、シャープ2。2021年4月。あ、もう一気に。
専門学校を卒業した私たちは就職しない道を選んだ。二人だけでゲームを作って生きていくと決めたからだ。しかし現実は厳しく、ゲームを作る時間よりもバイトの勤務時間ばかりが増えていった。あ、さっきのゲームだ。お、海っていいよね。潮風が目にしみる。あれ？あ、ダメか。これは？あ、カウントされない。砂ブロックは壊しても設置できないぞ。そうなんだ。しかも下に落ちるぞ。じゃあ、そういうことか。ほん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 。どうしたらいいんだ？鍵あるなぁ。あれは取らないとね。取れる？これ。潰される？大丈夫だった。どうだこれ。ジャンプでいけるかな？微妙なラインだ。いけた。2マスぐらいはいける。で、落下判定なし。あ、もうクリアだ。はい。おい。ああ、店長。お疲れ様です。何やってんだ？何って。ゲームですけど。お前さ。ふざけてんじゃねえぞ。はあ、はあ、はあ。ふう。面接の時から気にはなっていたが、ここまで常識のないやつとは、すいません。一体どういうつもりなんだ。お客さんいない時は自由にしてていいって。だからゲームしててもいいのかなって。言い訳するな。はあ、はあ、はあ。まったく。ゲームクリエイターだかなんだか知らないが、一般的な常識ぐらい持ったらどうだ。お前みたいなやつをなんていうか教えてやろうか。社会不適合者って言うんだよ。苦しい。こういう時ってどうすればいいんだっけ？ちゃんとね、コントローラーも振動するんすよ。そうだ、猫だ。猫だ。これで大丈夫。落ち着け、私。おい。ゲームが売れなくて金に困ってるから、バイトなんかしてるんだろ？お前みたいな人間が何か作ったところで、誰も相手にしないんだよ。聞いてるのか？もういいです。それはこっちのセリフだ。もう首でいいんで怒鳴らないでください。カニちゃんのバイトが続かないというのも、生活が困窮していた理由の一端だった。
まあ、いますよね。クリエイターの人は普通の仕事を続かないって話はよく聞きますよね。だから、大成功するか、まあ大変な道を行くかっていうのはね、結構分かれちゃいますけど。ゲームを完成させるたびに、カニちゃんは自信をなくしていった。わかるわー。ゲーム作ったことないけどわかるわ、その気持ち。なんかね、そう、まあゲームの売れ行きがあまり良くなかったからだっていうのもあるし、自分が面白いと思っているものが世間とずれてるなっていうことも思うし、世間に迎合して世間受けするものを作ったら自分が楽しくないし、難しいよね、この辺はね。無理もない話だ。で、作れば作るほどね、なんかアウトプットが薄くなっていくんだよね。お、1の3か。すごいさ、見たまんまのことを言うとさ、ああ、暗い。スイッチとか、行きそうよね。あ、こっち絶対なんかありそうだな。周りをよく見て進もう。洞窟は暗い。やはり。あれ。あ、なるほどね。言いたいことは、ゲームが言いたいことはわかるよ。わかるけど、いける？これ。ん？もう一個必要でしょ、でも。これ割れないじゃんね。ああ、違う。左側に行くんだ、ずっと。あれ違うかな？一個足りねえな。やり直す。やり直すってあったよね。A、B 長押し。やってみようか。あ、やり直した。1。あ、でも結局ここ登っていくんであれば、この段階で壊せないもんな。あれ、こんな感じじゃないの？もしかして。ん？この先どうやって行くんだろうな。これがわかんないと、ダメじゃんね。いや、なんか、すげえ簡単なところで詰まってる気がする。洞窟は暗い。1。あ、3つあれば、まあ、もちろん行けるんですけど、これをもって反対側に行けないわけだ。ね。そうなんだよな。これはよくわかんないな。あ、そういうことか。
今すげえよく気づいたな、自分と思った今。どうしよっかな、このまま行っていいのかな。あれはダメージか。うわ、ダメージ床っぽいな。ん？行き止まり？あ、鍵だ。え、ってことは一回戻んないといけないね。戻んの大変。これで戻ってきた。でもまあこれでちょっと行きやすいは行きやすいね。うん、これ気づいたの大きいわ。多分攻略の肝でしょうね。ええ。おう。よっ。あ、違う。お、鍵ゲットで、あとは戻れればって話だ。これは置いていかないとダメだね。いやー、大丈夫なんじゃないかなー。これ置いてっていいかな？ちょっと行ってみよう。一個足りないとかありそうなんだよな。いや、いけるな。余裕だ。余裕じゃなかった。あ、でもちょうど足りるじゃん。よかった。難しかった。カニちゃん。あれ、カニちゃん、なんでいるの？おかえり。あれ、でも家立派じゃんね。今日バイトだったはずだよね。ああ。会わないからやめた。また？だから私には向いてないんだって。仕事とか人間関係とか。さ、もうあんまり余裕ないって分かって言ってる？分かってるよ。すぐに次探すって。そんなことより、あんたのシナリオ読んだよ。どうだった？魔王に誘拐されたお姫様を救うお話って、どうなの？昔ながらのゲームって感じでいいと思うけど、今時さ、誰が魔王からお姫様を助けたいって思うわけ？じゃあどういうのならいいの？
そりゃもう、思いもよらないタイミングで主要人物が死んだり、どんでん返しがあったり、メタフィクションだったり、そういうのじゃないと話題にならないって。話題に、ね。そもそもゲームをさ、物語の添え物みたいに扱うのってどうなんだろう。うおー、なるほど。すっごい自問自答してくるな、このゲームな。すげえな。考えたんだろうな。最初に言ったのはカニちゃんだよ。次はストーリー重視のゲームにしようって。そうだけど、このまま作り続けたって、古臭いゲームにベタなストーリー、作る意味がないゲームが完成しそうだよね。もしかしてさ、また一から作り直そうとか考えてない？話題になるとか、作る意味がないとかさ、昔はそんなこと気にしてゲーム作ってなかったよね。当たり前でしょ？今は仕事なんだから。仕事としてゲームを作り始めてから、カニちゃんは変わってしまった。まあでもそういうことよ。あー 体験は ちょっと、なんかストーリー気になるじゃない。マジか、ここか、ウィッシュリストに追加するわ。これからだよ、これから、もう。はい、ということで、グッドバイワールドのデモでした。おまけは？あるよ、おまけ。あ、でも解放されてないっすね。はい、ということで、グッドバイワールドのデモ版でした。Steam のスターページなど概要欄に貼っておきますので、気になった方見てみてください。ということで、この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。